すげえ、こんなところに人がいるぜ。みんなこんにちは。こんにちは。お前たち最高だぜ。ちょっと待ってくれ。俺たちウミガメの挨拶しっかり知らないやつを真ん中の後ろで見つけたぞ。ガイドさん、一番前のそっちの通路側に一人大人の男性がソースはそうだ。いや、こんにちは。こんにちは。うん、名前なんていうの？たけしです。たけし、渋い名前だぜ。いいかい、俺が最高だぜって言ったら、たけしは両方の日で元気にあげてうおうって言った。たけしやる気ありそうだぜ。じゃあ頼むぜ、たけし最高だぜ。わー、みんな拍手しようぜ。たけし予想以上に楽しそうだったぜ。じゃあな、ガイドさん、今度はこっちに来ようぜ。一番前のな、真ん中の通路側のお嬢ちゃん、ちょっと喋ってみようぜ。そう、こんにちは。こんにちは。ありがとう。名前も言えるかい？湯浅彩香です。湯浅彩香、会えて嬉しいぜ。あ、今日はどっから来たんだい？千葉です。千葉、すげー。知らないけど。あ、じゃあその千葉ってところから誰に連れてきてもらったの？パパに連れてきてもらった。うん、分かったぜ。じゃあパパはどこだい？ひれ上げて教えてくれ。パパと、パパそんなところにいたいた。やあパパ、こんにちは。こんにちは。うん、パパの名前は？湯浅典人です。湯浅典人。湯浅典人。名前にノリ入ってるなんて最高じゃないか。湯浅典人、道理で引き寄せられると思ったぜ。なあ湯浅典人、お嬢ちゃんからさ、あれ何これ何っていろんな質問された経験とかあるかい？あります。そうか、俺の息子のスクワットもそうなんだよ。湯浅典人、俺たち親同士バッチリ気持ちが、通じ合ったら話できて嬉しかったぜ。ありがとう。いや、実はさっきもスクワートに聞かれたんだ。ねえパパ、なんで人間はあんなに僕たちと違うのって。で、俺はこう答えた。わかんねえ。だから今日は人間についていろいろ教えてほしいんだ。俺に協力してくれるやつは、はーいって言ってくれ。せーの、はーい。お前たち最高だぜ。たけしその調子だぜ。よーし、じゃあスクワートからの最初の質問だ。ねえパパ、人間って何を食べるの？だってさ、食べ物を食べる人手を挙げてくれ。食いだろ。食べないやつもいるのかい？どうやって大きくなる？じゃあガイドさん、今度こっちの後ろ来よう。一番前のな、真ん中の通路から二人目の女性とちょっと話してみようぜ。そうさ、こんにちは。こんにちは。ん？名前なんて言うんだい？姫野です。姫野、姫野の大好物ってなんだい？イカ、逃げろ。姫野、ちょっと俺の真似をしてこうやって肩ひれ上げてくれる？そうそう、で俺の言う言葉繰り返してくれ。いくぞ。イカは友達。イカは友達。餌じゃない。よろしく頼んだぜ。よし、じゃあ今度はみんなの番だぜ。
俺に質問あるやつ、ひれ上げてくれ。何でも答えるぜ。ああ嬉しいな。よし、じゃあさ、ガイドさん、まず後ろから行こうか。そしたらこっちの後ろの今一番前のさ、端から3人目の女性がひれ上げてくれたぜ。そうさ、こんにちは。こんにちは。名前は、さやかです。さやか、よし、俺に聞きたいことなんだ。ライオンキングって知ってますか？おー、さやか、ごめん、ちょっと海の中じゃ聞いたことねえ言葉だ。なんだいなんだい、それすんげえ興味あるからちゃんと教えて。今日仮装してきてる、ライオンキングのおいっ子じゃん。ごめん、俺にはそれは全然わからねえよ。なんなんだい、それは一体どういうものなんだい。ライオンが成長する。ここで笑えない俺はどうかしてるのかよ。何が何だかさっぱりわからないぜ。なんだよ、君にとってそれはどういうものなの？一番大好きなものです。おーおーおー、すげえな。じゃあ君にとっては大切なものなんだな。いや、俺はまだまだ知らないこと多いぜ。教えてくれてありがとう。勉強になったぜ。お前たち最高だぜ。よし、他に質問あるかい？さあ、ひれ上げてくれ。おー、あー、ガイドさん、今度はちょっと前に来てみようか。そしたらさ、今度こっち来よう。前からな、3列目の一番端っこの女性が、あー、そうそう、ニコニコとひれを振ってく。そうそう、こんにちは。もうちょっと待って、こんにちは。こんにちは。うん、名前なんていうの？アイナです。アイナ、よし、質問なんだい？暮らしの元気の源は？素敵な質問だな。そうだな、やっぱり俺にとっては家族かな。ああ、俺にはさ、130年間も連れ添ってるすんげえ大切なパートナーのシェリーってのがいるのさ。でな、そのシェリーとの間に65匹の息子たちがいるんだぜ。ほら、末っ子のスクワートのことはさっきから話してるだろ。その他に長男からキアルだろ、ルルだろ、サンディ、ヨンディ、ゴディ、ロクディ、なる、止めてくれてもいいんだぜ。でもさ、みんな可愛いクラッシュジュニア、俺の宝物さ。これが俺の元気の源だぜ。あ、じゃあちなみに君の元気の源は一体何なんだい？おいしいご飯です。おお、食べもいいよな。俺も大好きだぜ。この下に生えてる海藻だ。わかめ、のり、昆布。わかめ、湯浅、のりひと、昆布。大好物だぜ。ありがとう。お前たち最高だぜ。よし、他に質問あるかい？さあ、ひれ上げてくれ。おお、さあ、ガイドさん、今度真ん中のさ、後ろ行こう。前から1、2、3、4列目ぐらいのちょうど真ん中あたりでさ、女の子がな、ひれ上げてくれてんだ。そう、そこさ、こんにちは。こんにちは。お、名前なんていうの？レナです。レナ、よし、質問なんだ？大学が水没したんですけど、どうしたらいいですか？詳しい質問だ。よくわかんねえんだけど、詳しく教えて、どういうことだい？水没したんです。ごめんごめん、全然意味がわからねえんだよ。俺にもっとわかるように丁寧に教えてくれよ。どういうことだい？もうちょっと大きい声で喋ってくれ。大学が水に大学ってなんだい？大学に水がたくさん入ってる。じゃあそうじゃない、そうじゃないんだ。ごめん、大学ってなんだい？あ、学校です。お、学校、学校がどうしたい？水浸しになりました。お、どうして？ごめん、もうちょっとちゃんと会話をしようぜ。なんだい、なんだい、どうした？台風で水浸しになっちゃって、それは大変だな。で、君は今どうしてるんだい？ずっと休んでます。おー、まあでも君が元気でよかったぜ。あ、自然はさ、すんげー大変なもんだぜ。俺が住んでるこの海もさ、俺が小さい頃よりはな、なんだかあんまり綺麗じゃなくなってきているような気がするぜ。だからな、君たち人間が海や自然を大切にしてくれよ。そうすればさ、その海や自然もきっとみんなのことを守ってくれるぜ。まあ何にしてもその君の学校が早く復活することを祈ってるぜ。君も頑張ろうな。お前たち最高だぜ。
ハイドロフォン壊れたか。ハロー、ハロー、ベイリーじゃないか。あいつのエコロケーションってすんげークールなんだよな。なんでも見えちまうらしいぜ。誰かできるのか。ああ、あいつとやってみよう。たけし、君の出番だ。エコロケーション使って俺のヒレが何本上がってるか当ててみてくれ。さあ、まずは両ヒレを頭の横に持ってきて、で目をつぶって下を向くんだ。俺がいいって言うまで絶対に目開けちゃダメだぜ。そこでうーってやってくれ。せーの、うー。みんなも協力してくれ。せーの、うー。よーし、 OK だ。まだ目開けちゃダメだぞ。みんなも教えちゃダメだぜ。たけし、目を閉じたままで今俺のヒレ何本上がってる？4本。たけし、目開けていいぜ。後ろのヒレまで入れるとはやるじゃないか。みんなたけしに拍手を送ろうぜ。すげえぜ。カエル、カエル、カエル、カエル。パパ、パパ、カエルに乗ってサーフィンしようよ。ちょっと待て、ここにいるみんながお前の質問に答えてくれたぜ。すごーい。だろ、お前たち最高だぜ。わー、みんなうまい。さあ、家族が呼んでる。今日はみんなと会えてすんげー嬉しかった。お前たち最高だぜ。わー、みんな今日はありがとう。楽しかったぜ。また話そうだ。バイバイ。